12.7 ミリの大口径弾丸を発射する M2HMG。 天才銃器発明家ジョン・ M ・ブローニングによって設計されたものが原型となっており、その後改良が加えられ1933年現在のスタイルのものが誕生した。地上用の他にも車載型、艦載型、航空機搭載型など現在までに200万丁以上が生産され、アメリカ軍や NATO 各国で採用されている。